フィンガーボールフィンガーボールとは食事中に卓上で指先を洗うための道具。ガラス製や陶器、または金属製の小鉢のような器であり、大きさは直径 11cm 高さ 4.5cm ほど。使用時には中に水を入れる。消臭のためにその水にレモンやコリアンダーを入れることもある。中国料理でも使用されることがあり、この場合はウーロン茶や プーアール茶を入れることもある。レストラン等では、エビやカニ等の素手を用いて食べる料理と共に供される。そのメニューで手を使用した場合、メニュー後にフィンガーボールの中に片手ずつ汚れた指の台に関節までを入れる。そして、できるだけ音を立てずに静かに汚れを洗い落とす。最後に、ナプキンで濡れた手を拭き取る。 基本的に、フォークとナイフを使うメニューの中、どうしても手を使わなければならない料理を食す際に、出されるもので手を使わずに食すことができれば必ずしも使用しなければならないというわけではない。一見すると飲み物のように見えるため、この使用法を知らない人が中の水を飲んでしまうといった例が見られるが、御用である。古代ローマ時代から受け継がれ、17世紀から18世紀に、 フォークやスプーンが一般的に使われるようになるまではヨーロッパの食卓では手で直接食べるのが主流であったため食事全般に使われていた特に水に香りをつける風習は中世ヨーロッパの上流階級の間で流行しその頃の名残として現在でも特に手で食べる必要のない料理が出た場合も用意されることがある荒木貞夫が陸軍大将だった頃に主催した帝国ホテルでの 宴会の席上、客の一人がフィンガーボールの使用法を知らず、中の水を飲んでしまった。すると、荒木は、とっさに自分もフィンガーボールの水を飲み、主催者として、客に恥をかかせまいと配慮したという逸話が残っている。このエピソードは、実名を出さない形で絵本にもなっている。また、イギリス国王だったエドワード8世が王大使だった。 頃にアラブの主張たちを招待して開いた晩餐会の席上においても上記と全く同じエピソードが残っている。この話は王がビクトリア女王となっているパターンもあり、日本では女王説の方が多く伝わっている。小木の文彦、諸の器の辞典、柴田書店、2005年。i s b n 億万村上 帝国ホテル厨房物語、私の履歴書日本経済新聞社、2004年、ISBN45 億3219万2382。ありがとうございます。